はい、いただきます。というわけでですね、本日もやったんでの天の声がお送りいたします。はい、はい、どうも。はい、本日はですね、こちらガッテン寿司さんにお邪魔しておりますね。はい、こちら大場店にね、ガッテン寿司さんできたんですけども、わーおーわーおー、プリンターいいね、いいね、痛風のもと美味しいね、痛風のもとってね。はい、痛風のもと、あー美味しいね、痛風のもとって美味しいね、美味しいよね。はい、うまいな、うまいな。はい、そう、こちらですね、ガッテン寿司大場店にあるんです。大場店、大場にございますね。あ、僕初めてね、ガッテン寿司行ったのはですね、平塚ですね。平塚の方に、あの山下の方かな、の方に あるんですよ。そこで僕初めてガッテン寿司食べたんですけど、衝撃受けましたね。回転寿司でこんなにクオリティの高いお寿司屋さんがあるんだなと思ってね、いや、びっくりした。あとね、平塚の方はね、あの大人の軍艦みたいなのがあって、やだよ、変なこと考えちゃう、もうあの、そう、あのわさびのね、わさびがめっちゃきつい軍艦があったりしてね、まあユーモア溢れてますわ。芽ネギがあったりね。はあ、こちら中トロですね。はあ、ガッテンガッテン、あー、うまいね。あー、それでね、あとテラスモールにもね、あの入ってますよね、ガッテン寿司。いや、でもなんかテラスモールちょっと高くない？値段設定違うのかな。やっぱショバ代みたいな、場所代のかかってるからちょっと高いのかな。なんかこんな買ってんです、高かったかなっていうイメージですよね。うん、はい、あ、ね、やっぱりちょっと値段が高くて美味しいのは当たり前なんよな。そのコストを抑えてさ、もうこの値段でこの味が出ちゃうんですかみたいなのがさ、やっぱ感動ですよね。はい、今回こちらガッテン寿司美味しかったね。この赤エビもね、いや、いい色しとるわ。はいね、そうだね、大場店にいつだっけな、2年前ぐらいにできたんですよね。去年か一昨年終わりぐらいにできて、12月6日のいつだったか。そう、その時ね、まあ、あの、まあ、YouTube に上げたんですよ。しかも初日に行ったの、オープン初日、オープン初日に行ってさ、ガッテン寿司食べてさ、ねえ、美味しかったですよって、せっかく動画上げたのにさ、バンされちゃったから、それなくなっちゃってね。あー、粒貝でかい、いいね。うわ、これイクラとトロですよ、マグロトロね。これさ、親子軍艦も美味しいよね、サーモン乗ってるやつ、あれもまたうまいんだ。この間スシローにあったけどさ、はい、ここでイカを挟みますね。シンプルイズベスト、うまいな、うまいよな。イカはパサパサになったのが本当は美味しいんですよね。はい、そしてこれ来た、これなんだと思います、このいびつな格好。はい、白子でございます。白子の天ぷらうめえな、白子の天ぷらってうめえな、この時期ならではですよ。はい、白飛び、こんな感じですね。まあ、苦手な人多いですけどね、これもまたうまいんだ。天ぷらにしちゃう、もうトロトロですよ、トロトロ、うまいね。縁側ですね、縁側もね、油がすごいね、美味しゅうございますよね。いや、しかし今日あったかかったね、今日は本当に過ごしやすい。もうこんな感じがずっと続けばいいのに。あー、サーモン三昧でございますね。あ、いい色しとるわ、なんかコストコのサーモンみたい、いい色しとるわ、うめえんだなこれな。あ、まさか、やっちゃった、今でも生つばがデブデブじゃね誰がデブやねレモン、うわ、ないホタテな、うまいよなホタテもな。もう海鮮、もう回転寿司、もうお寿司なんてもう週4でいけますよ、週4でも全然大丈夫。もう本当大好きですからね。うまいね。はい、そんなこんなですね。わ、はい、こちらガッテン寿司さん、まあいろんなところに店舗展開してますけども、あの本当に美味しいので、小田原直送でございますよね。本当に美味しいですからね、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。しかもね、あの駐車場広いんですけど、あの中、店舗内でもし混んでた時ね、
店舗内で待たなくても券持ってるとね、電話くれるんです。だから車の中で待てるっていうね、この時期ならではのサービスがございますからね。はい、ぜひ気になった方は行ってみてはいかがでしょうか。ということで、また次の動画でお会いしましょう。はい、じゃあね、バイバイ、またね。うん、ふん、あは。